レディー・ボーデンミニカップレディー・ボーデンは高級アイスクリームのブランド。アメリカのボーデン社が日本企業にライセンスを供与し、日本国内で製造、販売される商品である。かつては明治乳業がライセンス生産していたが、現在はロッテとライセンス提携し、ロッテ市会社のロッテアイスが製造、販売を行っている。日本の法令である父等症令に基づく。 成分規格上の分類では、アイスクリームである。レディ・ボーデンアイスクリームショップの店舗川崎 BE 店、川崎 BE 別館3階のフードコートにあり、隣のロッテリアと店内がつながっていたレディ・ボーデンは1971年、アメリカ合衆国のボーデン社と日本の明治乳業の共同開発商品として発売された。これは日本における高級アイスクリームの先駆けであった。 1970年代には当時雪印入業から発売されていたフレーバーランドと共にホームサイズのアイスクリームのシェアを獲得した。1970年代後半にはアイスクリームの芸術品というキャッチフレーズでテレビやラジオで CM が放送された。CM で流されたレディボデンで知られるサウンドロゴの作曲家は大野雄二で当時の音源が EMI Music Japan 発売の CD 懐かしの CM ソング大全ボリューム4に収録されている。1980年代までは日本における高級アイスクリームの代表格であった。しかし、ボーデン社がライセンス契約の条件としてレディー・ボーデンを明治乳業のトップブランドとして販売することとしていたにもかかわらず、明治乳業がアイスクリームブランド、 あやあやを立ち上げたことで製品が競合することになり、両者の関係が悪化した。ボーデン社は日本法人、ボーデンジャパンを設立し、明治乳業とのライセンス契約を解消した。その後、一旦日本市場から撤退したことで、一時はレディー・ボーデンの商品が店頭から消えることとなった。このため、1984年に日本進出した。 ハーゲンダッツのミニカップが受け入れられ、同社製、アイスクリームの認知度とシェアを大きく伸ばす要因となった。また、1980年代からは、サーティワンやホブソンズなどのアイスクリームパーラーが流行し、かつて日本の高級アイスクリームの代表格であった、レディー・ボーデンは忘れられた存在となってしまった。ボーデンジャパンは、その後、1991年に独自製品で、 日本市場へ再参入し、同年8月13日に、レディー・ボーデン・クラシック 470ml 950ml を発売した。同年11月25日にはハーゲンダッツに対抗し、ミニカップ商品のスーパープレミアムアイス、レディー・ボーデン・ホームメイドを発売した。しかし実写展開での営業戦略や、コンビニエンスストアなど、小売店との取引条件などで苦戦し、 1992年度の売り上げは低迷した。翌1993年度も期待のミニカップ商品が売り上げアップに貢献せず苦戦が続いた。そのため、1994年からはロッテと新たにライセンス生産契約を結ぶこととなった。ロッテ市会社のロッテアイスが製造、販売を担当する。1995年2月にはロッテグループのロッテリアが アイスクリームパーラー、レディー・ボーデンアイスクリームショップをオープンし、ショッピングセンターのフードコートなどで店舗を運営していた。現在はロッテリアアイスクリームショップとして営業している。またロッテリアでは、レディー・ボーデンのクリスマスアイスケーキを販売していたこともある。なお、ボーデンの日本法人、ボーデンジャパンは別事業の統括を目的として、 現在も東京都渋谷区に存在している。2009年には、レディーボーデンマルチパックも発売され、過去最高の販売額を記録した。2019年11月18日、ロッテは、レディーボーデンミニカップを発売。バニラ、チョコレート、コーヒー、ラムレーズンの4種で、発売以来の主力製品である4 7 0トルのパイントカップに加え、1 2 0トルの ミニカップで再度参入することとなった。2020年1月6日、米国防電車社は破産を申請した。しかし、レディーボーデンはロッテが製造販売を行っており、同社の破産による商品流通への影響はないと、同年1月8日にロッテ広報は発表した。その後もロッテから新製品が次々と発売され、 2020年3月23日には従来なかったアイスバータイプの商品アーモンドチョコレートバー、クッキークランチチョコレートバーが新登場した。またミニカップの新フレーバー、クッキークリームも同時発売された。同年8月3日にはミニカップの新フレーバー、キャラメルが発売された。一時的にデザイン変更された。 サイのパッケージ2007年秋から2008年春までのモノパッケージデザインは1971年の発売以来落ち着いた茶色で統一されており蓋の周りなど数箇所に金色のラベルが付き表面に白地に英語でレディー・ボーデンと書かれたロゴマークが入っている2007年秋から自動販売機用など一部の商品を除き金色のパッケージに 茶色地のマークに変更されたが、間もなく2008年春に、旧デザインへ戻された。デザイン変更は、高級的なものを予定していたのか、最初から期間限定であったのかは公表されていない。ありがとうございます。